2015年10月24日今回は毛束感を出すためのカットとして僕のフレンチカットのやり方があるんですけど、そちらの今回は毛先の厚みですね。毛先をこのペラペラにしすぎることなく、ある程度の厚みを残したカットの仕方を紹介していきます。で、毛先の厚みというのはこういうふうに、ただ毛束を取った時に毛先に厚みが残ってるかという毛先の厚みですね。ここがただすいただけだと毛先がペラペラになりすぎてて、毛束感というのが綺麗にできないんですよ。ツヤ感が損のなわれた感じになるんですけど、今回やっていくのはこの毛先の残し厚みの残し方になってくるので、ここで覚えるとこの毛先の厚みの残し方と束感の作り方を覚えることができます。では実際にやっていきます。はい、これはただベースをざっと切った状態です。これに今から毛束感カットの一つの考え方をやっていきます。ちょっと見やすいようにダッカールで、毛束感カットをする上でこの横の線と縦の線、その中に一つ一つの毛束をあの立体的にイメージする力も必要になってきます。それは1回や2回やっただけでは身につくものじゃなくて、こうずっとやってるとその感覚というのが出てくるんですけど、まずその毛先の厚みの残し方、束をまずイメージします。縦と横で、その中の一つとして束ができますね。ここに今回はスライド気味のカット、主にストロークカット、引きながら切っていく、引きながらとスライドカットというふうに、こういう感じで入れていくスライドカットっていうのがあるんですけど、今回するのはスライドに近い切り方になってくるんですけど、スライドカットというのはこうやって滑らせながら切っていくんですけど、今回の切り方ではスライドカットのようにこうちょっと押し気味になるんですけど、スライドさせない、そのまんま髪の毛に当てたらここの点ですね、切れるところ、この点で切ったらもうそのまんまです。滑らせない、そのまんま点で切る、そこで終わり、スライドはさせないということで、まず1回このあとはこの動画だけではちょっと説明するのが難しいので、今回まずは毛先の厚みの残しだけちょっと言っていきます。毛先の厚みの残し方、そのまんまこうで、ここでこの指持ってるところ、髪の毛持ってます、これで毛先まではいかない、毛先までは取らない、一回点で取ったら どの位置からで、毛先の厚みの分を残した状態で離す、厚みを残した状態で離す、これで毛先の厚みを調節していっています。で、まあ、ステムやこの前後ろに引く、それもあるんですけど、今回はとりあえず毛先の厚みを残す、それを重点にして
会はやってます。それでまたちょっと他の部分もまたちょくちょく動画で説明するんですけど、このやり方でよくわからないところ、この辺をもうちょっと説明してほしいっていうのは、LINE の方で質問してもらえると個人的に説明することもできるし、じゃあ違う、その動画作ろうとかなるので、また聞いてください。それ以前にハサミの使い方、開き方、閉じ方、そういうところからわからないっていう人はまたそこも聞いてください。ということで今回は毛先の厚みの残し方ですね。この毛先の厚みの残し方、手で持った感触、ハサミでこう落としながらの感触もあるんですけど、この厚みの残し方を紹介していきました。それではまた。